これはまさか元仏壇とかですか。みこしがある。なんかちょっとキュウキュウですね。お墓ありますね。うん、みこない。え、なんかどこ、どこで脚立組んでんだ。失礼します。見えるかな。あ、これでやめろって思いました。なんかちょっとおかしいな。あ、うん、ね、暑いでしょ。サドミンさん、はい、久しぶりだね。やってみましたよ。久しぶり。そしてすごく臭い。ここはね、うん、ある廃村です。汚い、ね、久しぶりの廃村じゃない。久しぶりの廃村。ここね、特に曰くっていう曰くはないんだけど、まあ、近くにね、もう一個廃村があって、うん、まあ、そこも有名な心霊スポットになってるんで、まあ、それと連結してるんじゃないかなって感じですね。なんかニラの匂い。ニラの匂い。ニラに近くない？この匂い。ニラの腐った匂いっていうか。ニラの腐った匂い。ニラの腐った匂いがします。じゃあ早速進んでみましょう。はい。レッツゴー。レッツゴー。なんだこれ。お邪魔します。なんかね、馬頭観音があるって書いてありました。本日撮影に来させていただきました。失礼いたします。失礼します。あ、あった。それでは失礼します。失礼します。トリフィルだけもうオンにしときますね。じゃあ、はい、トリフィルだけちょっとやっぱ反応しますね。なんだろう、一定してる。600、700、600、500、600、500。一定してね。うん。なんかあんのかな。何かに反応してんの。あ、今1200いったの。でも、じゃこれはここしまっとくんで。あ、ラジカセですね。なんですよこれ。なんだこれ。ラジカセのかけらか。これはまさか元仏壇があったとこっすね。そう、なんかね。あ、みこしがある。そうみたいな。わ、何をします。失礼いたします。みこしがある。あ、なんかちょっとキュウキュウ言うよ。本当？うん、キュウキュウキュウって聞こえた。コンセント、体重計、明かり、まあ、生活のね、なんかね、古い感じはしないな、これは。ラジカセも今でもありそうな。ラジカセだな。立派な仏像。仏像じゃねえや、仏壇ですね。仏壇だ。めっちゃ立派じゃない。立派。お墓ありますね。めぐみさん、はい、お墓あります。どういうこと。ん、どういうこと。すいません、お墓ちょっと。あ、しかもほら、なんかわかる。本当だ。うん、なんか仏像様のような。仏像、そう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 、があるんです、うん、あれ、うん、なんで。お邪魔します。失礼いたします。こういうと言っちゃいけないけど、あ、なんか昔の自分が住んでた家みたい。あ、大丈夫ですね。はぁ、お墓あんのびっくりしちゃった。うん、なんでお墓あんと。これ2階ってさ、これは外からだね。ちょっとさ、2階ちょっと上がれるとこ見てみるか。うん、ちょっと見てみる。うん、近く。はい、すいません。失礼します。失礼します。おまけか。ん？ここトイレ？トイレっぽいよ。トイレ？トイレ。離れのトイレみたいな。見てみる。離れトイレ。あ、本当だね。うん、離れの方が昔、離れトイレを。うん、置いてるもんね。置いてさ、あ、そうだね、ほら、トイレの後になってる。だよね。うん。あ、トイレだ。うん。昔ならではの。なんかこれ、裏、回れるけどさ、もうこういう状態。うん、向こうにない。え？なんか、どこで脚立組んでんだろう。なんか、どこで脚立組んでんだろう。どこで脚立組んでんだろう。
失礼します。あったんですか。すみません、横失礼します。すみません、失礼いたします。あ、ここですね、ここです。この後ろ、はい、ここだ。あー、ここ階段っていうか、ほんと多分あの屋根裏部屋、うん、だよね、完璧に。そうね、いや、あ、これ音はここにね、彼でしたね、うん、うん、そうですよね、屋根裏だね、完璧に。2階は階段がない状態です。ここのとこですね。でもこの神輿、うん、なんかのこの後ろにこういう状態で、うん、失礼します。見えるかな、姉妹のライトって軽く声でやってたのが分かる。ちょっと揺れちゃいますけど、すいません。いいかな、下ろしましょう。ありがとう。って感じでございますね。あ、おちょこ。うん、おちょこがこう。なんかさ、神社みたいな感覚、なんかちょっと、ね。そうなんだよね。そういう雰囲気もあるよね。めぐみさん、はい、分かったよ、はしごがあったよ、これで登り降りしたの、これでポンって置いて、これじゃないだって、うん、スニーカーが入って下もこうね、こうなってます、うん、微妙に反応してる、うん、ね、すごいね、立派な。スピリットボックス一応やってみる、ちょっとどうかちょっと調べてみますね、うん、こっちの方も稼働させますか、うん、ゴースト中ピンポンパン、うん、何ここ、お、すげえ、なんだちょこちょこ、うん、ここにちょこ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 って反応したんだよね、緑の方から、うん、待てって、待てって、待てって、すいません、眩しいですよね、これはダメだよ、これは人じゃないよ、緑のとこでね、反応しやすいんであんまりよろしくないんですよね、緑のとこってね、やっぱり人の形に見えたりとかしちゃうからね、そうなんだよね。あ、これじゃやめろって、わかりました。で、お、反応してる、スピリットボックスの方が反応してる、スピリットじゃねえ、トリフさん、あ、ありがとうございます。おー、反応してます、やっぱさっきは微妙に、でもね、ヒャ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 って分かります、このこの動き分かります、これがちょっと動きが変なんですよね、安定してる時の動きと違うんですよ、あ、いてくれてるのかな、うん、こちらはね、あんまり声が聞き取れなかったりするので、こういう機械を通してお話ししてくれたり存在を示していただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。もし誰かいらっしゃいましたら、悪さをしに来たわけではないのでご安心ください。誰か反応していただけるととってもありがたいのでよろしくお願いします。すごく静かで、あの、なんていうの、いいのか悪いのか、まあ落ち着くぐらい静かです、うん、たまにね、トリフィールドが少し反応を示すんですが、うん、それ以外は至って静かで、静かで落ち着く感じがしますよ。なんか鳥の声が聞こえるわけでもないし、動物の声が聞こえるわけでもないし、ないし、スピリットボックスも一回使ってみますね。そうですね。こんばんは、メグミンとサトミンと申します。もしこちらに誰かいらっしゃいましたら、この機会を通してお話しいただけないでしょうか。うん、ラジオだね、うん。もしいらっしゃいましたら、ぜひお話ししていただけたら嬉しいです。話し相手にしていただけないでしょうか。お願いします。なんかちょっとおかしいね。おかしいんじゃない？いや、テキテキ言ってた。なんか途切れちゃってる。途切れちゃってる。ちょっと何もやってないよ。充電も全然いっぱいある。なんでだろう。なんか詰まっちゃってるよ。あ、止まっちゃった。あ、初めての現象が起きてますね。なんか動いてるんですよ。至ってこれ動いてんですけど、音が消えちゃいましたね。なんで？これも一つの現象なんでしょうかね。動くない？うん。また電源入れ直してみて。うん、もし誰かが いらっしゃいましたら、話し相手になっていただけないでしょうか。お願いします。なんか時たまラジオっぽいのが入るね。うん。うん。あんまりですね。いらっしゃいませんか？男の人。うん、ね、暑いでしょ。こっちは切りますか、うん、ありがとうございました。うわ、大丈夫いろんなの持ってくるそうだね、はい、やばいね。あ、ちょっと反応してる。ここにいる。話してくれてますね。ありがとうございます。うるさかったですよね。本当すいません。私たちは少しでもその霊体と会話ができたらとか、次元の違う世界の方とやり取りができるという不思議な体験をしたくて来ました。はい。そして動画で発信して、そういうものを見ていただいて、こういうことができるのすごいなってね、純粋にね、ね、思っていただける。動画を反省していきたいと思って撮影に来させていただいております。はい、すいません。お願いします。はい、言ってくれてます。反応してくれてます。はい、ありがとうございます。これが本当の、さっきまで全然反応してなかったのに、今反応してるっていうこと時点がもう、現実に何かが通っている。絶対言ってくれてるんですよ。この数字で実感させてもらってます。はい、いて欲しいんですけど。逆に来て、ちょっと来てもらいたい。そして話せて、話せるなら話していただけないですかね。難しいですかね。やっぱり。難しいもんですかね。なんとなく気配は感じたりするところどころあるんだけども、ガンガン強い視線を感じるとか、うん、気配を感じる。そうなんですよね。そういうのはね。今回はちょっと少ないかも。場所的なものもあるんだろうけど。
これはまさか元仏壇があったとこですね。そう、みこしがある。あ、なんかちょっとキュキュ言うよ。わかります。みこしない。え、さあ、どこでキャタつくんだろう。見えるかな。あ、これでやめろって。わかりました。たけれちゃってる。初めての現象が起きてます。うん、ね、あっちでしょ。どうでしたでしょうか、さとみんさん。こちらはね、気持ち悪さはないです、うん、ぶっちゃけ。でも私の中ではそんな感じです。めぐみさんはどうでした。右に同じく。ここに来る道中の方が怖さがある。ここ入り口のところにね、馬頭観音がありましたので、はい、馬頭観音が置いてあるところって昔、うん、そのやっぱりそんなに裕福じゃない、うん、まあ、割と貧乏な方たちが住んでる集落で動物のね、食べるために切ったりするじゃん、うん、で言って、うん、で、ま、余った内臓とかを処理して、でそういうのを食べたりとかして、だから伝染病とかそういうのも、あ、馬の頭って書いて馬頭観音。あとはやっぱり動物の死骸を多く埋めてたっていう意味で、そういうのがあるんだ。まあ、この辺は一体はそういう場所でもあるのかなと思うけど、なんか皆様なんかちょっと気づいたことがありましたら、うん、ぜひコメントと言っていただけたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは以上になります。じゃあね、バイバイ。この跡が、この石がすごく気になります。私なんか古墳に見えちゃうんだけど、うん、でもね、たまたまこれ屋根みたいに見えるだけだよね。でもなんかね、半分に割れてて、うん、でもなんかそういう風に見えるよね。見えちゃうね。不思議な場所だよね、本当に、うん、何回来ても本当不思議な場所。不思議な場所だよね、この一帯は。本当に不思議な場所、この一帯は。